ブラウンウォーターネイビーとは、アメリカ海軍において、河川や沿岸部を担当範囲とする部隊を指す用語。太陽を担当とする通常の艦隊に対し、水が茶色い河川や沿岸部を担当することから、この名がついたと言われる。アメリカ海軍では、ブラウンウォーターネイビーは、イレギュラーな存在ということもあり、ブルーウォーターネイビーに対しての別称として、あるいは自虐的に使われることもある。 ただし、近年では、米韓コール襲撃事件などの教訓から、基地周辺の港湾を警備する武装ボートの充実を図っている。ベトナム戦争時、火炎放射を行うアメリカ海軍の河川省海底、ブラウンウォーターネイビーの名が最初に使われたのは、南北戦争でミシシッピ川で戦ったモニター艦などに対してであった。20世紀には、砲艦が、 検疫保護のため中国の長江に派遣された部隊にその名が引き継がれた。ベトナム戦争ではメコン川に派遣され流域の南ベトナム解放民族戦線のゲリラ討伐を行った。なお実際には河川小海艇や EN 高速哨海艇を中心とする河川哨海部隊と重装備の河川法廷からなる河川戦闘部隊に分割されていた。イラク戦争では 海戦直後からアメリカ海兵隊が多種の懲戒艦艇を内水域のパトロールに投入している。2004年に海兵隊はユーフラテス側のパトロール及び反乱軍の交通路の遮断を目的とした EN ・勝負対価選定を受領した。ティグリス側、ユーフラテス側においてネイビーシールズを用いた奇襲作戦を主任務とする。 ブラウンウォーターネイビー部隊を編成する計画がたびたび出されており、海兵隊のサポートを受けながら小規模な活動が開始されている。この他に河川の警備は貸しに駐屯しているアメリカ陸軍、海兵隊及び新生イラク軍霊下も独自に集停部隊が保有している。ありがとうございます。